で俺子供の時から、ええ、よく骨を見つける子やったの。骨、うん、骨。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、井戸端お階段ということで、まあ、不思議なお話ざっくばらんにトークしていきたいと思います。ぴったりな方来ていただいております。千原誠司さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。もう、ね、コラボもさせていただきましてありがとうございました。こちらこそほんまお世話になっております。もう2023年、はい、千原誠司さんは大丈夫なのか、はい、ということで僕とパシンペロンのハヤブサでですね、うん、まあ、ちょっと占わせていただいて、はい、こういうこと注意してくださいねなんて話をね、させていただきましたけど、ハヤブサなんか結構バシバシ言われてましたね。はい、いやだからすごいのがやっぱ2人ともこう大手るというか、あ、そっか、あっちは霊視でこっちはねただの占いなんですか。はい、こう同じことがたくほぼほぼ同じことやろ。そう結構合ってましたね。ね、だから、はい、いやすごいなと思って。皆さんにとっての2023年のですね開運方法とかもねいろいろ紹介してますのでぜひチェックしていただきたいと思います。はい。で、あの、まあ、誠司さんね、はい、本当にあの不思議なお話たくさんお持ちで、はい、あの手相でもここにあの目が入ってると仏の目仏眼仏眼くっきり入られてるんですよね、はい、これが仏眼。そう、霊感がある方にできるという線なんですけど、はい、やっぱあられて、はい、で昔からね不思議体験されてたんですもんね。いや、子供の時の方が多い。だから子供の時はね、あんまり言わんとこうってなったきっかけがあって、はい、俺田舎やから、すごい田舎の町やから、あの近所 の、 あ の、 その村祭りがある時にその子供たちはね、なんかあの太鼓の練習するんだよね、はい、和太鼓の。それ行って、まあ、まず言うたら近所の兄ちゃん先輩からな教えてこうもらうんだけど、それをね、神社でするの、はい、近所の、ええ、でそれでやってる時に、まあ田舎の神社からそんなまあ綺麗にはなってんけど、まあまあその、神社の裏手はちょっと木が生えてて、もう森というかね、そう、まあなってて、ちょっとまあ神社やし火も当たりにくいしおどろおどろしい感じはするんだけど、それでなんか太鼓の練習夜の8時かな9時ぐらいまでこうしてて、あんなもうでも神社言うたってもう暗いし、田舎のことやし 昔のことやしな、まああの火の玉がそのふわ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 その森の中ふわ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 火の玉が飛んでんの、はい、で要は木がこういっぱい生えてて向こうにな、例えば道があって車走った時のライトがこう突き抜けて見えるとか、なんか民家があってそこが電気つけたからこうそういう風に見えるとか、そういう可能性は大やんか。でもそこはもう神社の境内で、これもすぐもう山というかその木が生い茂ってるとかから、もう民家も何にもないところにこうファ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 火の玉があって、はい、で、あ、火の玉やなんて火の玉火の玉って言うてたら、そのアホなこと言うな精神見て火の玉がおるかそんなもんってまたわけのわからんこと言いやがって言うてみんなに言われて、はい、ってこんな楽しい火の玉見つけたのにこんな俺が悪者なのよ、もう見つけても言うたらへんそれははっきり見えてたわけですよね。はっきり見えてる。他の皆さんには見えて、いや俺ははっきり見えて、あ、俺もいろいろ子供ながらに考えたわけ。その火の玉って今すぐ言うたら、ただの車の走った後やったとか、バイクが行った後やったとか言われたら、それこそ何か言われるわと思って。だから俺は子供ながらに慎重に判断して確実に火の玉やと思ったから。ええ、火の玉やー言うて言うた時にはもう火の玉は燃え尽きてるわけ。もう、あー、もう燃え尽きてるんだから、みんなが「えっ！」言うて言うた頃にはもう火の玉「どこ？」みたいな「またしょうもないこと言いやがってお前は」言うて、ほんで、あ、こんな目に遭うんやったらもう言うたらへんぞと思って。だからで俺子供の時からよく骨を見つける子やったの。骨？うん、骨。なんかあのなんか骨を、あと
子供の時にあのお墓とか、はい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 、すっごい見つける、こうやってお墓っていうのは例えば、なんか元々お墓やったんであろうなみたいな場所であるとか、あの整備されてる墓じゃなくて、ちょっとこう朽ちた場所で、朽ちた場所で、あ、これお墓やなとか、よく見たらみたいな、うん、はいはいはい、あとほんまにあのなんか近所のインコが死んだから言うて凍ってた子が掘ってこう埋めてるインコのお墓とかもあるやんか、はいはいはい、その公園の片隅とかのところで、そういうものをよく見つける方、へー、なんかこうピンとこう来るんですか、アンテナ張られてるんですか、それに対して、それもお墓やぞみたいな、遊んでても、なんかそういうのをよく見つける子やったんやけど、あれ、それもちょっと子供ながらに気になったのよ、その森が、はい、火の玉飛んでたから、何やろう思って、みんなあんなこと言いやがってと思って、で連れて一緒に、いやほんまにその時の友達と一緒に、あのほんまに火の玉おったんやって言って、じゃあ行こうぜ言って、こっちこっちで、この辺この辺で、距離感的にはこの辺は言って、そうバーって入っていったら猫の骨が、はあ、そこにあってね、もうはっきりこう猫って分かる感じで残ってて、はいはいはい、ああと思って、うーんみたいな、ほんでそれを おばあちゃんに話したら、おばあちゃんが、いや火の玉なんてしょっちゅう見てたで言って、へー、おばあちゃんが、はい、そうなの、大体なんかお墓には火の玉なんか飛んでたでみたいな、うんうんうん、言うてて、あそうなん言うて、まあそんな話おばあちゃんとしたことがあって、でそんなあって、すごいすごいそれがまあ気になって、でそこは意識してたら、結構まあ火の玉っておるなみたいな、火の玉一緒に追っかけられたと思うんだよ、ヒロタマにおかけられた言うて、俺ら3人な、はいはいはい、それ3人友小学校の時な3人で友達で、でも俺はとりあえずよくさっきも言ったけど、その骨を見つけることで、その神社がどうもその神社の山がなんかその猫が死んでたり、よう犬が死んでたりとか、今思ったらその動物虐待してるようなやつがおったんかもしれない近所に、はい、もしかしたらね、もしかしたらそれはもう俺の想像だけど、はい、でも結構その山でそういう動物の小動物の白骨化したものを、うん、あの見つけると、それが白骨化してんのに何白骨化してんのに、最近なんか綺麗な感じやね、だから誰かが持ってきて捨てたとか、雨が降って流れてきたとか、そういうなんか感じっぽいなんかな感じやね、で子供ながら不思議なことあるなって、でもその骨がある時はすっごいあの空気が違うねん、それが子供ながらに分かる、あ今日はなんか骨なさそうやぞとか、それとか強制時骨あるみたいな、それだから子供やからその骨探しが遊びみたいになってしもて、でもやっぱりご友人の中でも誠司さんはなんか骨見つけられるっていうのがもう浸透してたんですね、あそうそうそう、誠司骨ハンター的な感じ、骨ハンター、ボーンハンターみたいな感じの扱い、その時はもうなってたけど、誠司今日どうなんみたいな、いや今日はちょっとなんか雰囲気ありそうやな、ほんならちょっと置いたあったみたいな、はぁ、ある日今日も行ってみるみたいななって、あ行こう行こう行こう言うて、ほらほらあれって今日全然今まで感じたことのない雰囲気やってなって、はい、いやちょっとなんかこれお前感じたことない感じやぞこれって、うん、骨の時とちゃうなみたいな、はい、あと言うて入っていく入っていく、いつももうそんな山で言うと3分の2ぐらいのとこまで行くまでにもう骨見つかってたの、はいはい、今までは、ええ、でそこまで行っても見つからへん、えいつももうあるよなみたいな、あるあるって言って、ないないって、なんかさあれますます雰囲気がなんかこう違う感じ、いつもとは違って違う感じやぞ言うて、それと3人で怖いなって、なんかみんなでちょっとちゃえほんまそんな、その友達2人もなんか感じてんねん、なんか声がせえへんとか、いやまあ怖いこと言うなよ、こんなとこお前声なんかそらくないだろう言って、行こうぜ行こうぜってそーって言ってたら、むっちゃしてて、
高校生がむっちゃセッしててん、そこで神社の山の中でむっちゃセッしてて、むっちゃが分かんないですよ別に。むっちゃセッしてて、どういうことですかむっちゃって。で子供やから、はい、びっくりじゃん。あ、子供だったんですもんね。子供やから怖いと怖いっすよ。怖いね、むっちゃセッ。今から思ったってことですか。今から思ったセッやね。あ、当時分かんなくて、分かんないですよ。え、なんやみたいな、むっちゃちょっとごめんなさい、あの、え、うん、高校生やから、はい、覚え立てないやろな、あれ。いや別にそこだからあの集中してるから、子供ら3人寄ってくるの、あんま見えて分かってないの。むっちゃさ、うるせえ、ごめんなさい、ごめんなさい、あの、ちょ、あの、ごめんなさい、あの、え、ごめんなさい、え、やっぱこれいつもやっぱね、骨だったりするちょっとこうね、やっぱ 死というような感じだから、ちょっとこうまがまがしいような、はい、もう逆です、逆や、逆海だから空気ちょうど、ちもう真逆ですもん、本当に、ね、真逆やから生で、生ですもんね。生、うん、のもとやったから。何ですかその手は今。いやほんまびっくりしたね。だからそう考えると、その骨も発見できるし、うん、誰かがそういう行為をしてるのも発見できるってことですね。うん、そう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 。だから空気はだからどっちも変えるんや。まあ、死ぬ方も産む方も空気が変わんねん。こっちなんですもんね、ちょっとこう極端な方っていうのをなんか感じ取れる、うん、感じ取れる。それ小学校の時の体験ただまああの最後のは、まあ、びっくりすると思います、子供なかったらね、子供やから。ただやっぱり骨がなんかこう発見できちゃうっていうのも、いわゆるこう霊感じゃないですけど、ちょっと似たような感じなんですかね。やっぱりこう亡くなった人、なんかそこから出てるものっていう、なんかこうピンとこう感じてしまうみたいなところ で、あれなんか雰囲気違うぞ、なんかあっちおかしいぞって言ったら、そこに骨があるってことですもんね。うん、そうやね。へえ、やっぱなんかちょっと不思議な人なんです。あのちなみになんですけど、ジュニアさんって後輩からするとジュニアさんこそなんか霊感あんのかなとかちょっと思うんですけど、ジュニアさんはないんです。知らん、そんな話したことない。兄弟でもないんですけどな、うん、だからあんな見えた、こんな見えたとかいうのはまあジュニアに話したりとか、あとまあ友達、知ってる友達がそういう話当たり前にしてるのを聞いてたりとかはするやろうけど、ジュニアは。ほらジュニアさんってでも結構怖い話お好きじゃないですか。好き好き聞くのね、うん、それってやっぱり小さい頃からじゃあ誠司さんからいつも聞いてて、なんかそういうのにやっぱこう興味があるって感じなんですかね。あ、いや多分あのお話として好きなんと思うね、そういう怖い話、怪談話みたいな。でもやっぱり一番霊感あったのってやっぱ小さい頃ですか。ちっちゃい頃。やっぱ大人になるについても減ってくるんですか。いやもうだからあの必要のない能力やんか。まあまあ言ってしまうだからな、だから多分だから使わへんからちゃう。え、じゃあ最近とかは特にないってことですか。最近とかだからちょっと意識して見てみようとかっていう、あのちょっと意識しようかなとかいうのはあるけど、なんかそうするとちょっと見えたりするんですか。なんかちょっと感じることとかはあるけどな。あのみんなよく言うそのオンオフじゃないですけど、うん、あの意識ってどういう感覚なんですか。俺はそんなもんオンオフまではっきりそんなはないわ。なんかってなんかいつもあそこだけなんかちょっと違う感じがするなとかっていうところをずっと見てたら、なんかあれみたいな、なんかおるおらんみたいな、なんかそんな感じやで。俺の場合はあのよくテレビ局とかラジオ局って幽霊が多いとかって話噂であるんですけど、うん、そういうスタジオとかってあったりしました。そういうのは感じないですか。うん、僕 あそこすごい僕霊感ないのに怖いとこがあって、うん、フジテレビのあのトイレ、うんうん、あそこの中の個室で男性の方ですけど亡くなってしまった方がいて、結構なテレビ局の人よ死んであるもんな。でそこ今壁になってるじゃないですか。ほうほうほう。あのトイレってでもスタジオが近いから絶対利用しなきゃいけないんですけど、なんか毎回やっぱちょっと怖い。ああ、まあまあそう、でもそういう情報を知ってたらそっちに寄るっていうのもあるで。うん、だからここ心霊スポットですよ言うて行くから怖い場合もあるやん。そうですね、思い込みで。思い込みで、はい、人間って意外とな、うんうん、バカやからな、うん、あれでもだから俺ほんまの心霊スポットは昼間行くべきやと思うね。なんでですか。おいおい、だからあのおるんやったら昼間の方が絶対写真も撮れるし。ああそうか、夜だからなんかこうぼやけた感じになっちゃってるけど。そう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 、だから
ほんまの心霊スポットは昼間行くべきやと思って、俺常にだからその夜なんてみんな怖いもんやしビビるもんやから、夜なんか行ったらそんなもん逆に冷静にできへんけど、冷静にそういう写真欲しい場合は昼間行くべきやと思って、ね、じゃあそのチャンネルの方で今度ねアベンジャーズ連れて心霊スポットに写真撮りに行くっていう時には昼間、昼間昼間、俺昼間の方がええと思うで、あ昼だったら僕もスケジュール空いてるんですよ、どないやねんどないやねん、昼だと空いてます空いてます、昼はい、それだからそれ今ので分かったけど、その単純に夜やから怖いだけやんか、そうですねやっぱり、まあ、あの雰囲気はもうだからあの昼間でもう絶対おるはずやから、行こう昼間行って写真撮るのが一番いいの、なんか言われてみたらすごい納得ですね、うん、だから俺逆のことしてるんちゃうんかもちょっとぜひ、じゃあもうみんなねその心霊系 YouTuber の方って夜行くのが当たり前ってますけど、もうここのチャンネルは違うと、うん、昼に行ってしっかり映す、きっちりそんな綺麗な映像巡光で撮るよ巡光ちょっと逆光の場合はねちょっと待っててもらって、うん、それで巡光にして巡光で撮りますから、そう目あの潰っちゃってますよみたいな感じで、はい、ちょっとしっかりしたじゃあね写真撮れるかもしれないということで、はい、皆さんぜひ、はい、チェックしていただきたいと思います。いやなんか本当に普通にお話だったんですけどやっぱずっと面白かったです、ありがとうございます、ありがとうございます、今回ですねコラボさせていただいております、皆さんぜひね、チャンネル、はい、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでゲストは千原誠二さんでした、ありがとうございました。